誰かが推奨した、誰かがおすすめをした、あなたが大切に持ってるその教科書を見せてみろ。何々もう泣かないで、何々弱音吐かないで、俺ならもう少し無様に人間らしく生きたいわ。負けたらリベンジだ、泣いてもまた笑う、もう硬い本には載ってはいないこと、弱音も吐きまくる、見事に振り返る弱い姿、振り向いた顔全部見てあげる。やっぱ人気者でありたくて、言いたいことやテンションの低さを隠す君は最高だ、言ったら煙たがられる、だけどそれでも正しいこと、そいつを悩んで苦しんで言っちゃう君も最高だ。ちょっと無理に笑ってるだけ、言いたいことも言ってるだけ、楽しそうだねそう言われることにしがみついてるだけ、別に大したことではない、むしろ大したやつではない、だけど心配されて慰められるほど小さくはない。負けたらリベンジだ、泣いてもまた笑う、もう硬い本には載ってはいないこと、弱音を吐きまくる、見事に振り返る、一体何をビビってるんだ君の人生だ。品質英単語より、歴史の大切な流れより、君が感情のままに書き投げた文章の方がいい。人間らしく生きてる、死ぬまでは生きようとしてる、君にそんな安っぽい教科書なんかは必要ないでしょう。とても誰かに教わったわけじゃないんでしょ、オリジナルでしょ。人間らしく生きてる、死ぬまでは生きようとしてる、君にそんな痩せっぽい教科書なんかは必要ないでしょ。負けたらリベンジだ、泣いてもまた笑う、もう硬い本には載ってはいないこと、弱音も吐きまくる、弱い姿振り向いた顔全部見てあげる。何も呼ばなくていい、あなたが眺めてる景色の方がもっと素晴らしい。何も呼ばなくていい、勉強を放棄するわけじゃないんだよとわかるでしょ。バイ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 、さよなら教科書よ、少しだけ人間らしく生きさせてくれないか。バイ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 、僕らのこの教科書は、おいえいえい、まとめも考察もない。おい、泣き方一つとっても、笑い方一つとっても、誰かに教わったわけじゃないんでしょ、オリジナルでしょ。人間らしく生きてる、死ぬまでは生きようとしてる、君にそんな安っぽい教科書なんかは必要ないでしょう。君にそんな安っぽい教科書なんかは必要ないでしょう。君にマニュアル通りの教科書なんかは必要ないでしょう。